おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は、世の中の非常識は華僑の常識、華僑 J です。中小企業のために孫子の兵法を負けない戦い方を広めたい、カモファンディングで初講演会を初クラウドファンディング挑戦中。今日は最終日、ぜひ応援してください。カモさんに感謝していますという華僑 J さんの提供です。もう約1週間ですね、華僑 J 応援団の方の、応援広告でですね、お届けしてまいりました。最後、真打ち登場、華僑 J さんです。まあ、カモファンディングの方で、人生初の、講演会のクラウドファンディングやっておりますので、もしよかったら覗いてみてください。華僑 J さん、大好きです。さてさて、僕8月いっぱいはちょっとね、リアルな講座というのをストップしているのですが、無事僕の方もワクチンを2回接種が終わりましたので、9月になったら、少しずつまた動き始めようと思っております。話し方の学校の入学体験講座が9月にあります。9月9日木曜日19時大阪会場であります。またこれ追加したばっかりなんですけど、9月の11日土曜日、土曜日の19時でも大阪の方で話し方の学校入学体験講座やってます。東京は9月25日土曜日の11時お昼ですね、こちらの方でも入学体験講座やっておりまして、会場参加もできますし、会場に来なくてもズームの方でも同じ時間帯に体験講座、受けることができますので、どちらも選べますのでぜひチェックしてください。コミュニケーションの学校の方はね、予定通りというか1回ずらしたんですけど、9月13日スタートで10月11月12月1月と全5回の開催で、もちろんリアルで参加する、あ、もうリアル参加もうないかな、もしかしたらリアル参加そろそろ売り切れで、ズーム参加と、あとは動画受講といって、スケジュールの都合がこの時間に合わなくても、一人でパソコンで動画で学ぶこともできるスタイルになっておりまして、今のところこの動画受講が一番人気になっておりますので、コミュニケーションについて学びたいという方はぜひチェックしてみてください。さて今日はですね、24時間テレビが終わった後に出たニュースで、思ったこと、感じたことちょっと共有しようと思います。8月21、22で24時間テレビが開催され、パーソナリティにですね、菅野美穂さんが、12年ぶりに、パーソナリティを務められたんですが、その時に、日本列島ダーツの旅っていう番組の12年前に菅野美穂さんが出演した場面が出たんですよ。ところがですね、その後 SNS ですごい誹謗中傷のメッセージが出たと。どんなメッセージが出たかっていうと、都会から田舎に行ってノーマスクでおばあちゃんに抱きつくなんて信じられない、マスクしてないし接触してるし、この人大丈夫、新潟行って田舎のおばちゃんとマスクしないで大声で会話してるの、テレビ局どんだけ愚かな、というコメントが出たのですが、言っときます、2009年の映像です。しかもそれをちゃんとテレビでは伝えて流してました。にもかかわらず、勝手に視聴者の人が自分の頭の中で最近だというふうに変換して誹謗中傷のコメントを書いているってことです。つまりここで僕たちが注意しなきゃいけないのは何かっていうと、まずは情報の受信者として知らないこと、それについていちいち批判しない。もうね、本当に自分の中で勝手に変換して人の非難をする人がむちゃくちゃ多いんですよ。いいですか、2009年12年前の映像だってちゃんと流してるんですよ。それでノーマスクでおばあちゃんに抱きつくなんて信じらんないって、もうね、完全に脳内変換されてるってことなんですよね。でこれ僕自身もたまたま堀江門こと堀江貴文さんの方と2年ぐらい前からお付き合いをさせていただいてて感じたことなんですけど、以前ね、堀江さんが餃子屋さんのことですごく炎上してたのを覚えてらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ、宇都宮のある餃子店の方で入り口でマスクをしてないんだったらうちでは食事できないぞと言われて喧嘩になった。そして、それを堀江門がこういうお店があったら困るよねっていうことを書いたことを受けて、
ホリエモンがそのお店を特定のねお店のことを言ったから、その餃子屋さんは大変なことになったんだと言って、堀江さんが叩かれるということがあったんですけど、あれまず、結構書いてる人の中にマスクしろよ堀江門って書いてる人がむちゃくちゃいるんですけど、ちゃんと堀江さん自身が最初に出した情報に、自分はマスクしていたが仲間のうちの一人がしていなかったって書いてあるんですよ。でもね、そんなの完全にすっ飛ばして堀江門がマスクしてないからだっていうふうに変えちゃって、誹謗中傷してる人がいっぱいいます。そして、まあ、あれ事実はですね、ホリエモンは入り口のところで店員さんに、このお店ってマスクしなきゃダメだっていうのは分かるが、どの程度マスクしろっていうふうに言ってるのと聞いたらしいんですよ。まあ、言い方がマスクしないと入れないんだみたいな言い方だったらしいので、そしたら店員さんが、いやマスクしないと入らないんですよ、いやだからそれは分かったと、どれぐらいの程度なのと、そのマスクというのは、要は食べる直前までしなきゃいけないのか、入店の時にはちゃんとしてくださいなのかっていうことを聞いたところ、だからマスクしないと入れないんですよと、完全に同じことを返して、自分が知りたい情報を教えてくれなかったその時間の間に店主が奥から出てきて、お前堀江だろ、お前に食わせる餃子ねみたいな感じになったって、その応対どうなんでしょうってことを書いてるんですよ。ところがもう堀江門がマスクしてないだの、マスクしないやつが入れないの当たり前だろうなの、もうとにかくね、勝手に変換して、コロナが怖い、コロナちゃんと自粛しようって言ってる人たちがむちゃくちゃ叩いたんですよ。で、その後しばらくしてから、僕たまたま堀江門が開催しているクリスマスキャロルっていうお芝居の記者発表に参加する機会があって、そこに行った時に、記者のうちの一人が、そのお芝居の質疑応答の場面で、女性だったんですけど、すいません上司に聞けと言われたので聞くんですがと、ビクビクしながら、堀江さん餃子食べてますかって質問したんですよ。僕ね、一瞬切れるんじゃないかと思ったんですよ堀江門が。そしたら堀江門はその後なんて言ったか、こう言ったんです。俺本当に食いたいんだよあの店の餃子、俺口コミとかちゃんとチェックするタイプなんだけど、本当うまいらしいんだよ、めちゃくちゃ食いたくて、その後もウーバーイーツとかデリバリーやってないか調べたんだけど、やってないんだよねって言ったんですよ。僕はその時に理解しました。ホリエモンはこの世の中の美味しいお店が潰れてほしくないってめちゃくちゃ思ってるんですよ。いや考えてみれば、ツイッターとか YouTube でも喋ってるんですよ。コロナ禍になって美味しい飲食店がなくなったら困るって。だからしっかりと感染対策をした上で、やっぱりちゃんと営業しようよって言ってるんですよ。政府に対しても、なんで酒だけダメだって言うんだ、なんで飲食店だけやるんだって言ってるんですよ。そういう情報不足の人がですよ、まるで餃子屋に対して悪意を持ってホリエモンが叩いたみたいに言うのは正反対なんですよ。いいですか、ホリエモンほど美味しいお店を守りたいと思ってる人はいないんです。つまり私たちが注意しなきゃいけないのは、人間関係の問題のほぼほぼ全て情報不足なんですよ。24時間テレビではちゃんと2009年の映像だっていう情報が出てたが、その情報をちゃんとキャッチしないとやっぱり誤解してしまうし、ホリエモンのことも普段どんな発信をしているかという情報が入っていれば、あのホリエモンが一店舗を攻めるわけがないんですよ。だって意味あります？あのホリエモンが一店舗を攻めることに何の意味があるんですか？そんな風にやっぱり情報不足の状態だと問題を自分が大きくしてしまうということを、やっぱり一人一人がもっと重要なこととして捉えなければならないと思います。これは情報受信者としては、情報不足の時には何か他に理由があるんじゃないだろうかと、もう一歩立ち止まって深く考えるということを注意しようということです。そして情報発信者の人は、やっぱり人は自分の聞きたいように情報を取ってしまうので、丁寧に何度も繰り返し伝える必要性があるということを学ぼうということです。キングコングの西野亮廣さん、クラウドファンディングに対しても、ね、先に情報を見せるプロセスエコノミーに関しても、今節丁寧に何度も何度も繰り返し話をしてくれています。そういう優しい発信者になろうと僕も思います。それでは
今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。せーの、いいね。情報不足に気をつけよ。